皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。マサジジャマチャンネルの、マサです。今回はね、私が乗っている、愛車についている、もらい物のボロボロのレカロシートの話をしたいと思います。もらってもう2年ぐらい経つんですけど、ついに、そこが抜けました。その時にね、トランクス、履いてたトランクスが、ビリッという音を立てて、破れました。そのトランクスが、まあ捨てようと思ったんだけどね、ちょっと取ってあったんでご紹介したいと思います。それがこちらです。ドン。こんな感じに裂けちゃってます。この動画のね、サムネイルに使っているぐらいお尻が見えちゃってますね。肛門まで。これ知らないでもしかして履いてたかもしんないんですよね。ちょっと今思うとゾッとするんですけど、履いてなかったことをまあ祈っているんですけど、まあこれ今回動画にアップしたんで、これもう、捨てちゃいます。これはちょっともう縫いようがないぐらい裂けちゃってるんで。でレカロシートの方はね、ちょっともうヘッドクリアランス空きすぎてて前方も見えないんで、まあしょうがないんでね、ホームセンターで板コッパ買ってきてね、ドリルで穴開けてタイルアップで固定してね、まあ木製レカロみたいになっちゃってるんですけど、まあレガロといえば一流メーカーなんですけど、まあ形あるものはいつか壊れるっていう、まあ今回はそういう話で終了したいと思います。次回もまたなんか面白い話とかありましたらアップしたいと思いますんで、今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた、次回を、お楽しみに。